はいよ、ネコマンチャンネルです。今回はね、もう一目見た瞬間からどうしても使いたかった選手をね、使ってちょっとランク戦いこうかなと思っております。よかったらね、最後まで見ていただけたら嬉しいと思います。いってみよう。ということで、ネコマンが使いたい選手は、オリックスのね、竹安大地選手だね。はい、もうね、一目見た瞬間から絶対使いたいと思った。はい、あのね、もう球種がね、やばい。この球種はね、俺が打てない。ツーシーム、縦カット、スプリット、上方向2周、下方向2周、もうこれだけでいけると思いますので、行ってみたいと思います。うわー、緊張する。うわー、緊張するなー。もうちょうどいい人来て、あのね、もうなんか3割5分とか、ちょうどいい人がいいな。お願いします。はい、3割9分2厘。まあいいんじゃないでしょうか。はい、ということでね、猫マンの打席からなんですけども、猫マンの打席なんで、ね、見ても面白くないんで、割愛で行かせてもらいます。はい、まあ、外様のね、打席だけ見て割愛でいきましょう。はいはい、ナイスバッチング。はい、ということで、あの後は凡退です。凡退で終わりました。さあ、ついに竹安選手をね、使っていこうと思います。まあ、能力はもうしょうがない D だから、もういいのいいの。さあ、まず縦カットね、とりあえず投げてみようか。ひょいっと、ちょっとね、コントロール、まあ、これはしょうがないよね。しょうがないんで、D ランクの選手だからね、もうしょうがないのよ。もうコントロールはしょうがない。そんなもんね、度外視します。はい。それよりもね、これ、でもね、いい感じで、おいしょ、いいんじゃないですか。ね、ツースプ見えない人なのかもしれない。ワンチャンツースプ見えない人だったら、ゴリゴリ刺さるんだけどな。おいしょ。おお、これはスプリットに見えたのかな。どうなんだろうな。まあ、球速的にそんなに速い。オッケー。いい、オッケー。ワンアウト。いいんじゃないですか。いいんじゃない、大地くん。大地くんいいんじゃない。よいしょ。じゃあスプリット行ってみましょう。おい。あ、いいね。岡本和真、怖いね。じゃ高いところ、インハイに。戦ったは、オッケー、いいぞ。結構、通信無関係張ってる感じは見える。よいしょ、ボール。もうね、一回ちょっと高速スライダーも使ってみたいなとは思ってた。入んない。そうだよな。マイナス1だもんな。変化量マイナス1だもんな。入んねえよな。あー。これはどうだ。よいしょ。オッケー。いいんじゃないのこれ。いいんじゃない、めちゃめちゃ抑えてるよ。うん。え、全然 D ランクでも抑えれるよ。3割9分2厘だったっけね、相手の方ね。3割9分2厘の方をこんな感じで抑えるんだったら十分じゃない。はい、ストレート、よいしょしょ。初回無失点。はい、ということで、ちょっと猫マンの打席もね、いいところだけ映していこうと思います。はい、こんな感じでね、いいところだけ映していきます。いいところだけだからね、もう全部いいとこしか映さない。はいはいはい、いや、もうボロボロだな、どうしようもねえな、本当に。はい、おいっす、ナイトバッチン。さあ、村上様、おっと、56号ホームラン。いや、ナイスバッチン。はい、ということで、こんな感じでした。さあ、本日の主役はね、竹安大地くんでもね、こっちをね、見ていきたいと思います。もうスタミナねえよ。お、なんだ、そのヒットは。なんだよ、そのヒットはよ。くっそ、誰がこの。まあ。ちょっとね、打たせて取ろう。うん、打た。ちゃうよ。打たせて取るの、打たせて取れないじゃん、あれは。どんなジャンプ力だよ、お前。ドラゴンボールの世界だけだよ、あれが取れるジャンプ力は。オッケー、ナイス。そう。縦カットとスプリットをうまいことこう。ね、そして変化量マイナス1プラス、メタメタに疲れてるっていうね。全く曲がらない。全く曲がりません。はい。全く曲がらない。これめちゃめちゃ強いよ。逆にね。うん。そういうことじゃない。S ランク待ってまーす。え？さあ、相手は、選手交代したね。うん。選手交代しての村上選手だね。いや、怖いね。やっぱりでも村上がね、打席に立ってるの見ると怖いわ。うん、もはやね。うん。ゴーゴーゴジラ、走んなよ。こっち、ノムさんなんだから。ノムさんプラスこっち、もう竹安大地くんだぞ、お前。よく走るっていうこと考えたな。
D ランクやぞ、こっちの選手。よいしょ、いや、なに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 、何今の、え、なに、え、貫通したよ。はい、で、代打坂倉くんだね。え、ちょっと待って、さっきの、殿崎の体貫通したよね。なにあれ。やべえ。あー、そんなこと言ってる場合じゃない。いや、やばい。負けるか。竹安くん、まさかの初登板、黒星を喫してしまうのか。オーケー。外角か、いや、違うな、内角だな。内角のツーシームで。いきます。どう、わお、おまいぐ、あー、もう。やってしまった俺の配球が悪かったか。でもまあみんなちょっとこれはどうですかね。はい、ということでここまで見ていただきありがとうございました。竹安くんのね S ランクがすごく楽しみですね。みんなも可能性感じたんじゃないかな。うん、縦カットスプリットっていうのはね、はい、いいと思います。最後はね、あの高打の達人でもらった 10% と 30% のね、契約書をね、開封して、お別れしたいと思います。レッツゴー、頼むよ。なんかいい選手来てよ。こうなんか俺がどっこう、とりあえずエス出たよ。ヤマト。はい。からの、よいしょ、ドメさん、お疲れ様です、ドメさん。お疲れ様でした。そして、またね。